アテナイの古代の広場。ここで民衆裁判が開かれた。民衆裁判所とは古代ギリシア時代のアテナで行われた裁判制度である。古代ギリシアの各地のポリスで開催された市民総会である民会と同様に市民による陪審官が訴訟を審議するもので市民の権利でもあった。投票用具民衆裁判所はクレーステネスもしくはソロンが導入した制度と言われている。 ただし恒久的な国家機関として機能したのは民主制が確立された後とされている。当てなの直接民主制また裁判を取り仕切るのは職業裁判官ではなく市民であり、また裁判の各段階の決定は投票によって決定された。そのため民主裁判所は民会と同様に住民投票のようなものであった。当てなの訴訟制度には、 広報上の訴訟と司法上の訴訟があった。広報上とは国家共同の利害が問題になる事件であり、市民権を有する民衆であれば誰でも訴追することができたが、司法上の訴訟は当事者の私的な問題であり、当事者のみが訴追できた。なお、この訴追の違いは現代における民事訴訟や刑事訴訟とは異なっていた。これは当てないでは、 現在のような民事訴訟と刑事訴訟の区別が知られていなかったためである。実際、殺人事件は、司法上の争いとされていた。陪審官は、宛てない市民の中で30歳以上の男子で国家に、大使債務がなく、市民の名誉を喪失していないものが要件であった。そのため、法律的知識の有無に関係なく、選ばれたことから、素人同然であった。 陪審官の任期は1年で希望する市民の中から抽選で選ばれていた。その人数は時代によって変動したが、前5世紀には定員6000人であったと言われている。ただし、後に当てない市民の減少した前4世紀前半頃には希望者全員が無抽選で陪審官となり、陪審官は裁判が行われる日に召集されたが、 全員が審議に参加したわけではなかった。司法上の事件では訴訟物の価値が1000ドラクマ以下なら201人、それ以上なら401人が法廷を構成した。広報上の事件では重大性によっては500人、場合によっては1000人から2500人が法廷を構成し、時には6000人全員が参加し一つの事件を審議したこともあったという。裁判所が1日に、 審議できる事件は、司法上のものが4件、広報上のものが1件と限定されていたが、これは、売審員を招集し法廷に必要な人数だけ抽選したためである。この民衆裁判所の制度は後に、清掃の具として悪用された。一例として、哲学者のソクラテスは反感を持ったものによって、アテナイの国家が信じる神々とは異なる神々を、信じ、 若者を堕落させたなどの罪状で訴追され、死刑が言い渡された。この時に、ソクラテスが法廷で言ったのが、ソクラテスの弁明である。ありがとうございます。